こんにちは、多摩交通局です。今回は、多摩地区の大ターミナル駅、立川駅の発展の歴史を解説します。よろしくお願いします。そもそも立川駅とは、東京都の西部、八王子にほど近い、立川市にある駅で、JR 中央線、青梅線、南武線が乗り入れ、駅の西側を多摩とし、モノレールが縦断しています。立川駅は、多摩地区で最も乗員人数の多い駅で、その数は約12万人。多摩地区で一番に賑わっている駅とも、言えます。そんな立川駅ですが、実は立川駅の発展に、欠かせないあるものがあります。それは、近年オープンした、このららぽーと立川立飛に、隠されています。なんだがわかりますか？それは立川の立飛です。実は立飛とは、立川飛行機の略称です。もうおわかりでしょうか？立川の発展に、欠かせないあるもの、それは飛行機です。なぜ、飛行機なのか？今回は、一緒に立川駅の歴史を、探っていきましょう。そもそも立川駅が開業する以前は、周辺にほとんど何もありませんでした。この地図は、1906年頃の地図です。この地図をよく見ると、立川駅の北の方は、街道に沿って新田集落が、立ち並び、駅の南の方は、甲州街道に沿って村落が形成されています。立川駅周辺は、鉄道が開通するまで何も、なく、北と南に村落が立地する程度の、町だったのです。甲武鉄道、現在の JR 中央線が、開通し、その後青梅鉄道、現在の JR 青梅線が、開通するにつれて、ターミナル駅としての性格を、帯びるようになり、駅周辺は賑わっていきました。そんな立川駅ですが、他の多摩地区の都市、例えば甲州街道の宿場町として、発展していた府中や、織物の町として大きく、発展した八王子と比べると、まだまだ栄えているとは言えません。しかし、立川駅周辺を大きく、発展させるきっかけが起こります。それは、1922年の、立川飛行場の開業です。ここで、飛行機というキーワードが出てきました。第一次世界大戦後、飛行機の軍事利用が促進され、立川駅周辺は地形が、平坦で、都市部に近いなど様々な理由で、陸軍の航空部隊の重要な飛行場として、立川飛行場が建設されました。大正の頃の地図にも立川飛行場と、書かれています。これをきっかけに、立川は飛行機の街となるのです。翌年からは、空港の民間利用が始まり、昭和初期には飛行機の定期運行が始まるなど、民間飛行場としても発展しました。斉藤茂吉をはじめ、多くの人が立川飛行場を訪れたことでしょう。ただ1931年に羽田に飛行場が開業します。これは、現在の羽田空港ですが、立川飛行場は、民間の飛行場としての役目を羽田に譲り、軍都としての性格を強く帯びるようになっていきます。立川飛行場の周りには、軍事施設や、立川飛行機、日立飛行機などの軍需工場、その下請け工場などが、立ち並びました。そうした施設や工場では、多くの人が働くようになります。実際に立川市の人口は、1920年には、約1万人だった人口は、1945年には、人口がおよそ6万人くらいまで、増えています。それにつれて、立川は工業だけでなく、商業も発展していきます。そんな立川飛行場ですが、戦時中は空襲を受け、終戦後、米軍に接収されます。そして立川は、基地の町、として歩み出しました。米軍接収後は、失業者が溢れ、闇市などが作られましたが、後に立川周辺の米軍基地で、働く日本人も増え、その数は2万人に上りました。駅周辺には、もともと日本軍時代から、遊郭などの花街が作られていましたが、戦後、米兵向けのバーやキャバクラなど、大人のお店が多く作られ繁盛し、活気を呈していました。また戦後は、駅北口も計画的に、街が作られ、1960から70年代には、伊勢丹、高島屋、第一デパート、中部デパートなどの大型商業施設が、開業し、ますます賑わっていきます。そうした商業施設は、場所を変えてる施設もありますが、現在でも残っており、写真のフロムチューブもその一つです。米軍基地となった立川飛行場は、米軍関係の施設等の建設により、元より大きい基地となっていました。ただ、
滑走路が少し狭く、北へ向かって滑走路の拡張が求められていました。しかし、その拡張の計画に住民や学生が反発し、砂川闘争と呼ばれる学生運動の原点ともなった訴訟事件が起こります。政府による行政測量の時には、武装した警官と住民との間で激しい衝突がありました。そんな立川飛行場ですが、1960年には、米軍による飛行活動はすべて停止、70年代から段階的に基地が返還され、ついに1977年、米軍基地だった立川飛行場は全面返還されます。この基地跡地が、昭和の終わりから平成、そして令和の立川駅の発展の鍵を握ります。立川飛行場の一部は、陸上自衛隊の駐屯地として、残り、海上自衛隊、東京消防庁、警視庁の施設も立ち、多摩地区の防災の拠点になりました。また、西側の広大な跡地は、国営昭和記念公園となり、多くの行楽客で賑わうようになります。立川駅に近い跡地は、アーレ立川と呼ばれるホテル、デパート、映画館などが出す街となり、基地の東側は、商業施設や観光庁、研究所など多くの施設が、建てられたほか、広い道も整備されました。そして、多摩地域の北部と南部を、結ぶ多摩都市モノレールが1998年に開業します。東側の跡地には、駅ができ、アクセスがしやすくなったほか、モノレール建設を機に、立川駅周辺は区画整理等が、進められ、現在見ることのできる近未来的な景観が、できました。立川は、こうして何もなかった場所から、多摩の一大ターミナル駅のある町へと、発展していったのです。もう一度おさらいしますと、中央線の開業によって、町の原型が作られ、日本軍の立川基地の建設により、軍都となり、米軍に接収されたことで、基地の町となって、全面返還を、跡地の活用、モノレールの建設などにより、近未来的な都市となりました。現在でも、新たに複合型の商業施設が、オープンするなど、発展が続いており、これからも立川は進化していくことでしょう。さて、飛行機が立川駅の発展に、欠かせないものだと納得してもらえたでしょうか。立川には、現在でも陸上自衛隊の駐屯地として、飛行場が残っています。主に使用されているのはヘリコプターですが、今も空の町としての性格は残っています。皆さんも、次立川へ行く際は、空へ思いを馳せてみてはいかがですか。それでは、ご視聴ありがとうございました。多摩交通局では、多摩地区の交通に関する動画を、他にも上げております。よかったら、他の動画もご視聴ください。最後に、この動画の高評価を忘れずに、それでは、また。